で大規模な混乱と暴動が起こった。そこで委員会は我々ガーディアンを製造した。犯罪の抑止、平和と秩序の回復のために。しかし委員会の真の目的は邪悪なものだった。私は人々を弾圧し正義と自由を奪うために作られたのだ。私の中の何かが私に言う。人々が自由になった時、私も真に自由になれるのだと。人々を解放しなくては。何としてでも。